ベテルギウス、ベテルギウス、ベテルギウスは、オリオン座アルファー星、オリオン座の構成で、全点21の一等星の一つ。大犬座のシリウス、小犬座のプロキオンと共に、冬の大三角を形成している。M 型の赤色超巨星、また、変更星でもあり、星自体の形状が変化する脈動変更星、中でも、半規則的に変更する SRC 型に、 分類されている。これらの特徴から、主系列性を終えた、進化段階にあると考えられている。星座中最も明るいとされる、バイエルフ号アルファが付けられているが、極大期を除いて、ベータ製のリゲルより暗い。2008年になり、定説となっていた約427光年という、推定距離が大幅に改められ、約642光年となった。 ベテルギウスの変更は、イギリスが当時植民地だった南アフリカに設置した天文台で、1836年に、ジョン・ハーシェールによって発見された。天文台での観測は、航海に役立てるためのものであり、ハーシェールは、星の明るさを測定していたところ、ベテルギウスの変更に気がついたのである。2016年現在の変更範囲は0.0等から1.3等となっている。 肉眼で観測できる数少ない変更性の一つであり、北半球における冬、南半球では、夏の半規則型変更性の中では、最もはっきりとした変更を示す。北半球における冬、南半球では、夏に見える、半規則型変更性には、他に、オリオンザ W 星や、ウサギザ RX 星、一角十座、V523 星などがあるが、 三ことも、ベテルギウスほど明確な高度変化は見られない。ベテルギウスを太陽系の中心に置いたとすると、火星軌道を大きく超え、木星軌道の近くまで達する。また、ベテルギウスは地球からの見かけの大きさ、四直径が太陽を除いて、全天で最も大きい構成である。1920年に、アルバート・マイケルソンとフランシス・ピーズはウィルソン山。 天文台の2.5メートル反射望遠鏡に干渉計を取り付け、その視直径が100.047秒であることを見出した。これは400キロメートル離れたところに置いた野球ボールと同程度である。1970年代にはスペックル干渉法によってベテルギウスの実際の製造を得ることに成功している。1995年には ハップル宇宙望遠鏡により、太陽以外の恒星では初めて、干渉法を用いないという意味で直接その姿が撮影された。ベテルギウスが主系列星の段階に入ったのは、約1000万年前と推定されているが、質量の大きな恒星ほど核融合反応が激しく、進行するため短命な一生となる。ベテルギウスの質量は、太陽の約20倍もあり、 かつ脈動を変更するほど赤色超巨星として不安定であることから地球周辺でいいが多新星爆発を起こすであろう赤色超巨星の一つに挙げられている2009年の観測では15年前の測定時と比べて15%も小さくなっておりしかも加速的に収縮しているらしいことが分かったただしこれは星から直径の2 三倍離れた距離にある分子などの層を中赤外線で観測した結果であり、近赤外線による星本体の観測では変化は見られなかった。2010年1月の NASA の観測では、ベテルギウスが変形していることが示された。これは、ガスが構成表面から流出し、表面温度が不均一になるなど、星自体が不安定な状態にあることを意味し、 さらに近年の観測や研究により、その形状は、球形ではなく、大きな、コブ状のものを持った形状であるとされている。しかしながら、これらの観測結果が直ちにベテルギウスの超新星、爆発の前兆現象を示しているかは定かではない。ベテルギウスが超新星爆発をする際には地球にも、何らかの影響を及ぼすであろうと言われていた。これは、ガンマ線により、 オゾン層が傷つき穴が開くか消滅し、地球及び生命体へ、有害な宇宙船が多量に降り注ぐとされているからで、ある。しかし近年の研究により、超新星爆発の際のガンマ線放出については、恒星の時点軸から2度の範囲で思考性があることが、わかっている。実際、NASA のハップル宇宙望遠鏡で、ベテルギウスの時点が観測され、その結果、 ベテルギウスの時点軸は地球から20度ずれており、ガンマ線バーストが直撃する心配はないとされた。ただし、超新星爆発時のかなり大きな質量を変動とそれに伴う時点軸の変化が予想できないこと、ガンマ線放出指向性の理論的、実験的な根拠がはっきりしないことから、直撃の可能性について確実なことは知られていない。 超新星爆発した際の明るさについては SN1054 と同規模の爆発と仮定すると地球からベテルギウスまでの距離はガニ星雲までの距離のほぼであるため明るさは100倍程度と解散できる SN1054 はマイナス6等級以上の明るさだったと推定されるので100倍だとマイナス11等級を超える明るさとなるこれは半月よりも明るく数日間は 昼でも小さい点として輝いて見える。ある予測では、4ヶ月ほど明るさを維持したまま、青白色から赤色へ、色が変化し、その後急速に減光して4年後には、肉眼でも見えなくなるであろうという。爆発後は、ブラックホールにはならず、中性死星となると考えられている。2016年6月30日、国際天文学連合の構成の固有名に関する、 ワーキンググループは、ベテルギウスを、オリオン・ザ・アルファー製の固有名として、正式に承認した。中国では、新宿第四世、ベテルギウスの和名は、平家製、平家帽子とされている。この和名は、原平合戦にちなむ紅白に由来するものだが、当初は現在と逆の解釈があった。岐阜県において、平家製、源氏製という方言が見つかっている。 これは1950年に、野尻法栄に報告された方言であり、ベテルギウスの赤色とリゲルの白色を平家と源氏の、旗色になぞらえた表現に良ししたと解釈されている。野尻は、農民の星の色を見分けた目の良さに感心し、それ以後は、天文博物館五島プラネタリウムで解説する際には、平家星、源氏星という名称を使用するようになった。天文史 図鑑、野尻法鋭や藤井明の著書をはじめ、多くの本で、ベテルギウスの和名を、平家帽子と特定した上で、岐阜の方言であるとしている。ただし、岐阜県の伊比郡横倉村、県伊比川町において、ベテルギウスを、現時性とする、村の古老が一名いたことが、野尻法鋭によって紹介されており、民族学の見地から異論を唱える研究者もいる。 増田正幸は1985年に、富山県高岡市の私立伏木小学校において、ベテルギウスを平家生とした方言を見つけている。また、滋賀の虎姫、現、長浜市でベテルギウスを金脇とする方言が発見されている。これは、オリオン座の三つ星の脇にある関係とベテルギウスの金色トリゲルの白色とを見分けたうつつから来ている。 このように星を色で見分けた表現は世界的に類を見ないと言われている。その他、ベテルギウスが含まれたアステリズムの方言は、ベテルギウス関係の方言を参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。